はい、暗号通貨ニュースでございます。皆さん、リスクという暗号通貨覚えてらっしゃいますかね？まあ、私の中ではペンペン草も生えない、そんなね、暗号通貨の一つではあったんですけども、おととしですかね、私は4つの暗号通貨に対して、これ爆上げするんではないかなっていうふうな予測をですね、2ヶ月ぐらいかけてずっとやってきて、これは完全ファンダメンタルなんですけども、いろんな情報を集めて、意図的に当てることができるんだよってことはね、まあやっていました。もう覚えてらっしゃる方はあんまりいないと思いますけども、4つの暗号通貨をチョイスして、それを2つに絞り込んで、最終的に2分の1でいいやとね、リスクの方に投じて、そのリスクがぐっとね、値上がりして、大きな利益を取ったってことがありましたけども、これね、私リスク50数円、50円数円、と、平均単価70円ぐらいだと思うんですけども、平均単価70円、68円ですね。68円で購入してるわけなんですよ。これ、そこそこの大量購入してます。で、今、どうなってるのかと言いますと、なんでこの話題を出すかと言いますとね、まず一つは、これです。リスクって今ね、コインチェックで、ステーキングが行われてるんですよ。だからリスクを持ってる人に、利息みたいなのが、どんどん払われてるんですよね。まあ、ですんで、ちょっとニヤニヤしながら私はね、いつもね、この、ステーキング付与の、お知らせを待っているわけなんですけども、これが一つ。もう一つはこれです。現在チャートなんですけども、これは1ヶ月足なんですが、だいぶね、値段が上がってきて、今、181円なんですよ。だから私が68円の平均単価で取得してますから、だいたいそっから見ると、3倍近くにはなってるのかなってところなんですよね。で、リスクのチャートをもうちょっと長く見てみると、こういうふうに、真ん中からちょっと左寄りに大きな山ができてますよね。その山の頂点250円付近に、247円のところに、近づきつつあるのが今のパターンなんですよ。で、私がね、急騰するよって言った時の急騰が、まさにこの247円だったんですよね。247円で、決済した方、本当にお疲れ様でした。おめでとうございました。って感じで、この放送、暗号通貨ニュースでも申し上げていたんですけども、購入をお勧めしたのが、まさに、この50円からね。この80円あたり。このあたりで購入をお勧めしたんですよ。これ上がりますよっていうふうに。そうすると、その後、2ヶ月ほどしてぐぐぐっと上がったのが、この図になってます。で、現在、ずっと、まあ、低迷をね、続けてきたところで、リスクがもう一回値上がりを見せてるわけなんですよね。で、今から買おうって話じゃないですよ。今から買っても手遅れですからね。少なくとも購入するんだったら、この100円から150円の間で買わないともうダメですね。128円とか、この辺で買うと賢いですよね。さすがにこれね、140円になったらもうね、買う勇気はなかったと思います。140円ぐらいになったら。だからね、購入単価ってのは帯で見ないといけないんですよ。帯ってのはある程度の幅で見ないといけないってことなんですけども、そうですね。以前私がお勧めしたのは、この50円から100円の間で買っときましょうっていうことだったんで、それが250円になった時は、2倍から2.5倍になりましたよねって話だったんですけども、今回はですね、100円から150円の間で買うチャンスはずっとあったわけなんですよ。で、今から200円が、来るかな、250円に戻るかなっていうことですね。2点天井を描いて。っていうことなんで、やっぱりね、150円超えちゃうと、今みたいな価格、200円近くになると、もう買うメリットよりも、値上がりしないデメリットの方が大きくなっちゃうんで、リスクリワード非常に悪いんですよ。ですんでね、やっぱり購入単価ってのは、どのあたりで取得単価が落ち着いてるか、平均取得単価が落ち着いてるかっていうのは、今回のステーキングの件もそうですけども、以前の、高値ですよね。ここで言うと247円。247円を目指すんだったら、例えば、折り掛けって言って、100%利益？倍の儲けを希望するんだったら、やっぱ120円までで買っておかないといけないですよね。で、これを、ですね、今の180円とかで買っちゃうと、あんまり美味しくないですよ。これ247円に必ず行くってわけじゃないですからね。こっから大崩れする可能性も考えての購入になりますんで。まあですんで私はね、150円超えたあたりからもうね、リスクなんてのは、まあ買わない方がいいなという気持ちですね。250円になるにしてもですよ。250円になるかどうかわかりませんしね。まあ200円程度はいくと思いますけどもね。ステーキングがどんどんついてれば、やっぱ所有者増えるわけですから。その分だけ値上がりは自然に進みますから。で、そのチャートの動きを見て、テクニカル的に、市場で買う人っていうのが他に出ると思いますけども、さすがに250円は言い過ぎでしょう。250円行くんだったらこれ300円行きますよ。ということなんで、250円を突破したら、私はもう一回購入のチャンスが来るとは踏んでますけどもね。暗号通貨ニュース、リスクについては以上です。